えーっと、中岡町の札幌観光なんだけど。はい。いや、なんか、すげえ言いたいうん, <laughs> んな何か言いたいことあると。なんだろうね。なんかさ、うん、僕は何うん。どうして行かない,のいなんかコラボ放送とか、<laughs> なんか大会とかね。あの、いろいろさ、<laughs> ほら。僕はパソなんでいけねパソコン部屋の前でさ、この、 寝る間も惜しんでサムネを作るとか聞くと、あ、お忙しいんだなって。いや、なんかさ、えっと、放送で、外で動画を撮るから、予算が言いますみたいなことで、予算2万円出すけど、札幌観光してくるんだったら、それ言ってくれれば僕行ってたよ。中さん濁してたんじゃない外で放送、用の動画撮ったそりゃ、札幌観光って僕行ってたって。中岡コーナーのさ、今回。 いや、だから行ってたって中岡コーナーでも。いや、そこはね、やっぱりね、坂ちゃんいる。あ、ダメだな、これ言ったらな。えっとね。何をおとしたんだよ。坂ちゃんいた。何を言おうとしたんだよ。いや、坂本さんはほら、お忙しいから。どうしてもね、この、夜行ったんですかいや、朝の。いや、朝、ん朝寝てるだけだって。そう、うん。起こしたら昼まで寝てるだけ。そう。 睡眠時間削ると、頭痛くなるから、どうしてもね、この9時に出て、もう夜遅い時間までちょっとね。いや、いいな札幌観光行ってきたよそうなんだよ。ちょっと見さしてや。なかなかね、ういうのないかなと思って。もうえレまあ行くってよ。朝一発目はね。いいやまあ札幌さ、観光する人はさ、え、だって、もう、 中岡たちなんて40年近く札幌いるから、そうね。何もかも知り尽くしてるぜ。うん。行くところは大体行ってはいるから。でも、これからね。行きたいわとか、どっかいいとこないかなって思う人はね、今日のこれを見てこれ、車で行ったんですかそう俺の自家用車。乗せてくれよいや、よく考えたら中岡の車乗ったことなくないないね。乗せてよいや、乗れないのさ。

そう、動画いっぱい撮ってきて、あれ撮ったのか。で、ほら、スマホも新しくなったから、動画もいい感じでね、写真とかも撮れる。お、いいなぁ。燃え出沼か。おはようございます、皆さん。いいなおはようございまーす。おはよういまや、さあ、燃え出沼にやってきましたよ。いやー、燃え出沼僕、初めて来たんですけど。は初めてなの何もね、実は初めてだった。ロうん。そ回は来てその、平均を引き下げてる。そんな来んのかよ。 いや、あいにくの天気でね、全然晴れてないんだ。だいぶ曇りなんだけど。でもね、今日ね、これからね、こっちの、あ、あのさ、これ今日、茂え島の方向なんだけど、まあ、いろいろとね、山道知ってるわ。山あれ山あれ山なのに登れんの当たり前っしょ。山なのに登れないってことないでしょ。うまそうよ。登山家の気持ちでちょっと登れない。じゃあちょっと取れない。大丈夫かこれは、山よっしゃ、行こう行こう行こう行らせ じゃあ、いいやー。まずね、この三人でね、燃えるこんな残金書いてるけど、金使わないじゃん。いや、一応ね、予算をね、もらった関係があるから。ちょガラスのピラミッドとかさ、燃えれビーチへ。いや、違うんだよ、みんな。海の噴水なのよ、確か。これ、完結性みたいなとこから、噴水がアートを描くのよ。それがマジで見どころなわけ。そう。それ10年前と変わってない ええとね、今ね、故障してね、修理中らしい。そうなの。うん。今行ってもない。ないんだ。うわー、早く修理ってほしいなビーチとか、それ以外は、あるよ。あるんだ。うん。これ遊べんのそれも、あの、遊べるはず。いやー、あとさ、屋台出てないえっと、ソフトクリームの屋台出てなかった。俺、移動車で。行った時はなかった。ない。雨降ってたし、ソフトクリーム屋さんなかったなかったよ。なかったんだ。うん。夏行った方がいいのかな まあ、休みの時とかはバンバン出てんじゃないか。これ、雪見大福4分の1にしたやつ何 <laughs> <laughs> それでなんか、歌のなんとかっていう、<ー>なんか中に入って声が反響する洞窟みたいのがあるんだって。散歩デートにはさ、そうなん散歩デートでは間違いない。ここはもう。えー、走るのもいいはず。みんな走ってるはず。うん。ンンだワンちゃん連れて散歩とかもしてる人もいるしね。で、入場料も無料だし、駐車場も無料なんだよ。森山登ったのか登った登った。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  はは、<laughs> そこは。来たぜ。もう走るう燃えるえ、嘘 <laughs> え。登ろうよ。また。見るだけでいいじゃん、こんなの。<laughs> うそな山の山紹介とか行くから登る、ね、えー、まじで大したないここ登るの階段、階段,階段とどっち登るそんな大きくない、うんかないからだよ。え、ーいな。あれやろ、グリコレ登る。じゃんけんこ、グー、グリコ、パイナップル、チョコレート。チョコレートは森永と見せかけた。チョ <laughs> コ,コレートを凍らしたアイスで僕。 そこまで行ったらダメでしょ。慣げすぎ最後までめんどくさなるよ。やったやったここ中腹お運動してんじゃん呼んでくれよそう、下からここまで走ったんだよ。そうじゃねえありきった。開発なさっよしわっかああ、もう二人とも登んないっすか。っと長ってってるわ。元気だねじゃあ俺はね、ここでね、こう。運気みもダメ。 誰もいないんだけど観光地なのななんとか頂上にたどり着きましたすかすかなんだけど人いた人いなくないこれ結構雨降ってたんだよあそこの山の感じあれすごく人いねあれは登れるよ雷なってませんかもうすごい風もう傘ひっくり返るくらいの風 うわすげえ歩いておき景色や。だ、こう晴れてる日だった最高う邪魔だこいつら。どうか飛ばされちまえや、いいんだ。もう帰るべ。坂本省いたこいつらは、燃えれるばで相談する。ありがてぇ。飲もう飲もう。さあ、回し飲み会。もう楽しかったな、登るのもな。 お前ずっとゼーゼー言ってたな。もう一 <laughs> 人だけさ、他の二人さ、<laughs> もう息整ってんのにさ。一 <laughs> <いや S 1> 人のさ,おっも,さんも結構 <laughs> イバヒバヒ。体力なさすぎないか <laughs>。俺今足筋肉痛だからね、これ登っただけで。<laughs> 体力ほんとないな <laughs>。マジか大した山じゃないだろう。意外ときつかったんだよな。う <あー S 1> <laughs> ん。か楽しそうだなおい。めっちゃ楽しかった。